はい。あ、小泉さん、こんばんは。どうですかね。あ、見えますよ。大丈夫大丈夫。かなりさ、黒いんだけど。もう黒いのはわかる。わかる？これ。結構ね、引いてね、豆をね、したら、豆をこう、引いたらすごい匂いまして、これ私大丈夫かしら？まあ、深入り苦手やからね。もらうときに、自分用だから、自宅で自分用のものを、だからかなり深いよと言われたんですよ。もう前置きありだったんで。なんて読むんだったっけ？ノイメさん？ノイメさん？ノイメさんか。あ、こんばんは。かなり深いのよ。あ、池上さんもこんばん。で、ブラジルアマレロブルボン、ブルボンアマレロかな、どっちかな。よく聞くんですが、単体でね。私実は完全に単体のものを飲んだ記憶がないような気がしてまして、よくあの喜三人さんの豆のブレンドに使われてたりとかするんだけど、まあアマレロっていうぐらいなのでちょっと期待はしてるんですけど、ただかなり深いということで。はい、刺してきますね。10杯出しです、ちょっと時間経ちすぎたかな。冷蔵庫とか冷凍庫に入れてたんですけど、もうすでに油が入れると固まるじゃないですか、そういう油がついておりました。まあなんとなくね、合わせました。で、とりあえず5分かな。まあ5分ぐらいは良さそうな気がします。はい。で、まあ多分そのままでいけないかもしれないなと。どういうこと？松屋敷で出して前半、半分抽出して全量まで湯で薄めて、あまりにも濃かったら、濃かったらっていうか苦かったらね、牛乳があるのでカフェオレかなんか別のものにしようかなと。なる。そう、アマレロブルボンって甘いんだよね。違うのかな。なんか名前はアマレロだから甘そうだけど。
こういうこと言うと恥ずかしい思いになっちゃうかな。いかんかな。私は甘いものだと思ってたんですけど、単体は私ないですね。ブラジルは惚れてる豆があるので、あんまり浮気はしないっていうか、あそこのロックフィッシュさんのブラジルってなんだっけ、名前忘れちゃった、出てこないな。ロックフィッシュさんのブラジル、うん、スイートなんだっけな、あれは甘いと思ったんですよね。私も買ってもいいかなと思ったんだけど、アマレロブルボンはちょっとまだ、でましてやこう深いんで、どこまで飲めるかっていうのも、うん、感じですね。でご自宅用っていうことなので、かなり深いと思います。一本焼きと、あの一本でも人参は、あの中深ぐらいだったじゃないですか、あんまり深くなくて、そうですね、うん、あれは飲みやすくて非常に良かったんですけど、この息はちょっと難しいかもしれないなと。はい、でお知らせなんですけど、はいはい、今日から20日までの11日間なんですけど、あのギフト、夏のおもてなしギフトサービスじゃあさ、ギフトキャンペーン始めました。あの例のあれですね、昨日は言ってくれなかったけど、はい、対象商品に限って、あの玉木のギフトボックスに入れてお届けしますよっていうのと、ちょっとセット商品はお買い得な値段がになってるという感じで用意させてもらいましたので、まあ、夏の最後の贈り物とか、残暑見舞いとかですね、あとこれから帰省しての手土産とか、コーヒーは腐りませんから確かに、はい、ちょっと大切な方に贈り物とか、コーヒーでも、高いものっていうのが分かりやすくていいよね、はい、に活用していただければいいかなと思ってますと、今日ですね、YouTube の方に勝手に、これまでドリップダラーで作ったショートムービー、入れ方のショートムービーがあるんですけど、何本か6本だったかな、6本をまとめました、再生リストに。なのでやり方は分からんですけど、あれ何か どういうふうか、全て再生ってすると自動的に次にもうどん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 再生していくんですよ、その。あ、そういうもんなんだ。はい、で誰でも使える。はい、誰でも使えるんか。はい、公開しているので誰でも使えると思うんですけど、もし使えなかったら私の設定が間違ってるのかなと、うん、でのあるのでまた連絡。あ、なるほどね、そうですね、あの最近フレンドってどんな感じの味なのかが分まれていますということに対して池上さんが苦味を聞いて、うまいと小泉さんに、答えています。あ、ごめんなさい、私もねサイちゃんフレンド飲んだことないのでわかりません。じゃあ刺してきますね。はい、でまあちょっとね、玉木として見ても、まあ今ドリップダラーの入れ方のショートムービーまとめましたけど、うん、ちょっとね見てもらいたいものとかをちょっとまとめていけたらいいなと思ってます。例えば、きびだんごとか
芸者に会うかどうか検証したりとか、まあいろいろ今までやってるのはあるんですけど、もうとにかくフレーバーコーヒーの YouTube の動画のところはごちゃ混ぜ状態なので。はい、ごちゃ混ぜですね。もう少しなんかこうまとめたいなとは思ってます、勝手に。そうですね、ちょっと細かな泡が立っちゃってますが。いや、こんな動いてないからいいんじゃないですか。うん、まあとにかく松屋敷は荒く引いてひたひた維持して粉を動かさないこと、まあ3分蒸らすっていうその蒸らしとですね、その3点ぐらいだと思います。まあそこを抑えていれば松屋敷に関しては問題なかった。どのくらいだ、ちょっとこの辺で。そう、ちょっと当の本人がさ来てくれたらだよ、やりたいことがあったんだけど。何来てくれたら本人が、はあはあはあ、トリメチルさんがですよ。でもまあ勝手にやっちゃおうかな。ちょっと外しますね。今のとこ来ていないか、もしくはあの見ていて隠れてるか。ということでこんな感じでございますが、ですね、ちょっと下げますね。でちょっと見てたら600超えちゃってさ、いつの間にか。ちょっと私これ1300ぐらいまで薄めちゃいます。悪いですけど、1200じゃなくて1300ぐらいまで薄めちゃいます。今日そういえばね、1本でも人参のねバナナスムージー作ってたよ、トリメチルさん。そんなことやってたの？うん。あ、でさっきの再生リストの話なんですけど、ちょっと行ったり来たりしちゃうけどさ、これからもまあショートムービーはちょこちょこ作っていくと思うんですよ。ドリップダラーに関して入れるやつはね。うん。なのでそこに追加していくつもりでいますので、まあその再生リストを押さえておいてくれれば、随時新しいのがだんだん追加されていくぞと。いう感じになります。そっか、どういう機能があるのか。あのね、別にね、うん、まあ多分私あんまりその YouTube 詳しくはないですけど、うん、一般公開してる動画ならば自分が好きな再生の組み合わせで作る再生リストって自分で作れるはずなんですよ。だから例えば、ドリップダラーの入れ方の、入れ方、まあドリップダラーに限らずですね、フレーバーのこのあの動画と、どこそこの動画等を1番にフレーバー再生して2番にどこそこの動画再生してみたいな順番を決めて再生するリストなんで、それは単純にできると思うんですけどね。うちはちょっとまあドリップダラーに関して今回まとめました。でこんな感じですね。あとでちょっと見てみよう。おー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 おお、いける私でも。
大丈夫か。うん、甘いよ。やっぱ甘レロは甘い。うん、甘い甘い、美味しい。じゃあ美味しいと褒めたから、もしかしたら来たんじゃないかな。でね、多分その練るで濃く出すとか、うん、いうのだと、もしかしたら私はギリギリ飲めるか飲めないかぐらいのところになるかもしれないですけど、今この抹茶好きで出してる分はいいかなと。甘く感じる、苦さが強くないです。まあちょっと薄める量を増やしたんで、うん、うん、苦さがね、うん、きつくないです。で、私何をやりたかったかっていうと、うん、苦い濃いコーヒーならば、深いコーヒーならば、じゃあ、じゃあこれが合うんじゃないかなと思って、わかります？水羊羹でございます。はい、ちょっともらったんですけど、最後の一句が残ってるので、そうです、可能小寿庵っていうのかな、の水羊羹が合うんじゃなかろうかと取っといたのね。今回はあれですよ、ウォッチングフロムジャパン名古屋。あのノイメさんさ、さっきのノイメさんとこっちのノイメさんってさ、うん、違う人でしょう。ええ、あー、しまった。あー、ノイメの後ろのさ、 なんだっけ、お名前の方っていうのかな、名字の方っていうのかな、お名前の方が、ほら写真もさ、男性と女性、性が写ってる写真だったじゃん、さっきので。こっちのノイメさんは女性が2人写ってない？あ、すみません、音声がヘンテコリンになっちゃった。はい、音声がヘンテコリン、ちょっと写真だけ撮らせて、写真だけ撮りたいな。ご兄弟とかなのかな、ノイメさん。同じフローム名古屋でしょ。そうなんですかね。あれね、アイコンが、あ、そうだ。違うよね。うん。あ、アイコン違う。今初めて気がつく。でもほら、ノイメって、ノイメさんっていうのは。一緒でしょ、うん、ということで、この加納小寿庵の竹に入った水羊羹と、勝手にこのブラジルブルボンアマレロ一本焼きが合うかどうかをやってみたいと思います。合う合わないっていうのは、キサントリメチルさんに聞けばわかるだろうなと思って、聞いてからやろうかなと思ったんだけど、なんか今日来る気配ないんで、トリメチルさん、すごいバナナ、一本焼きのバナナスムージー5万円だったんで、多分来ないだろう。すごいですよ、作り方書いてあったもん。
ということでいただきます。はい、これこんな感じですね。うん、あ、これはいいよ。合いますか？うん、あのね、この蜜羊羹が意外とね、甘かっ、甘いっていうか、まあ羊羹なんで甘いんですけど、うん、結構しっかりしてて、それにはやっぱちょっと濃いぐらいの方がいいだろうなと思ってたんですよ、前に1個食べた時に。私は好きですね、この組み合わせ。美味しいです。でなんか深入りなんで、深い部分がすごい強調されちゃって、甘いのと深いのがこう、うまく合わないかなと、ちょっとそこが心配だったんですよ。甘いものに合わせると苦さが強調されるかな、コーヒーのと思ったんですけど、そこまで強調されもせず、うん、お茶じゃなくてコーヒーでも水羊羹美味しいですよ、皆さん。こう美味しいですね。うん。うん。いいですね。非常に。まあ、あの夏、うん、部屋の中にいるとエアコンで、体が冷え切った時には水羊羹とあったかいコーヒーで、ああ、甘れのホルモンだった。はい、売ってませんけどね。多分一本焼きじゃね、弱い、あ、じゃあ一本でも人参、うん、だとね、ちょっとね、このあんこの水羊羹に弱いかなと思ってたんですよ、私。だからうちも本当だったらブルーマウンテンとか出してもいいなと思ったんだけど、うん、ちょっとね、かなりちょっとというか、ちょっと強いんですよ、この水羊羹が。全く合わないとは思わないけど、一本でも人参とかブルーマウンテンあたりは合うと思うんですけど、でもうちょっと深い方がいいかなっていう気は。これでアイスコーヒーでもいいんじゃないかな。あ、まあいいんだよね。だけどアイスコーヒー冷たい状態よりはあったかいコーヒーの方が合いそうだけどね。ほぼね、この冷たいのとあったかいこのなんていうの、差もいいですね。うん、うん、なんかこういう風に同じようにですね、ゲイシャのナチュラルに合うものがそろそろ見つけたいなと思ってまして、いろいろ考えてるんだけど、ちょっと浮かびません。もしもし。はいはい。なので、うん、1個だけちょっと取り寄せてます。はい、芸者のナチュラルに合うであろうと思って1個取り寄せてるものがあるので、届いたら、うんとね、北海道からだからもうちょっと時間かかるのね、届くのに。北海道から、うん、お盆休みとか入っちゃうんで、と思うんですけど、北海道から取り寄せてます。なので、まあそれでちょっとまた同じように、ゲイサのナチュラル、特にナチュラル限定でいきたいぐらいな感じなんだけどの合う、かどうかの検証をまた配信でやりたいと思ってますので。ちなみに何ですか？なんて言ったらいいんだろう、まあ言ってもいいですけど、あの六花亭って知ってます？北海道の六花亭の、六花のつゆっていう、
チョコレートでさ、ウイスキーボンボンみたいに中にお酒が入ってたりするのあるでしょ。はいはいはい。でボンボンってもともとはチョコレートのこと言うんじゃなくって、砂糖の飴みたいな、砂糖の中にアルコール類っていうかリキュールみたいなものが入ったのをボンボンって言うんですよ。それそれ飴の中にワインとかオレンジピオレン、まあオレンジの何でしたっけ、リキュールありますよね。あ、コアントローとかそういう系が入ったボンボンですよ。そんなもん出してんだ。出してます。まあ、ついでにあのマイセンとか買いましたけど。はい。あのロカデってあのバターサンド、あ、有名じゃないですか。あ、あれもついでに買いましたけど、あ、でも多分あれにはゲイシャは多分合わないと思ってて、合わないと思う。ただそのロカのつゆっていうのは前から買いたくて仕方がなくていたんですけど、もうこの機会にと思って買ったんですけど、小さな缶に入ってて、うん、1個380円なんですよ。わかります？はい。1缶380円なんですよ。こんくらいのね、多分和の缶に入ってるんですよ。それに6種類ぐらいの飴が1種類3個ずつぐらい、だから3、6、18個ぐらい入ってる飴の缶なんだけど、400円弱なんですよ。380円ぐらいなんですけどね。で王冠っていうのもあるんだけど、それでも700いくらなわけですよ。800円、量が多い王冠っていうのもあるんだけど、800円ぐらい、800円しないんですよ。なるほどね。なので、うん、その一つを買ってクール便の送料がかかるのはちょっと悲しくなったので、うん、なのでマイセンとかのバターサンド系も一緒に買いました。うん、なるほどね。はい。ついでにってやつね。はい、ついでの方が高いんですけど、あの、うん。はい、まあそんなのが届けば、まあ今あれなんですよ、そのバターサンドの方、あのバタークリームサンドの方もクール便なんですよ、この時期。うんらしいんですよ。でだからそれが届き次第芸者との特にナチュラルの方に合わせてみたいと思ってて、どちらかっていうと芸者のナチュラルは飲んだことがない人に飲ませるとワインみたいとか、渡るくんも言ってましたよね、ワインみたい、ロゼのワインみたいな感じがするとか。で、あの香りっていうのがナチュラルの甘い香りなんですけど、あの香り自体がこうちょっとリキュール系とかに合いそうな気がしてて、私は。はいはい。でだけどチョコレートみたいにちょっと主張が強いものではなく、飴のボンボンならば、うん、もしかすると合うんじゃなかろうかと。なるほど。そうなんです。でちょっとだから前から気になってたそのロッカのつゆっていうのを取り寄せました。うん、届き次第やりたいとは思ってます。なるほど。はい、どんな感じか期待した。はい。ということで、まあでただね、前に、うん、岐阜の水の色っていう、ああったあった、覚えてます？綺麗な7色か8色か分かんないけど、綺麗なあの薄いお砂糖ののがあったんですけど、あれ自体は、うん、全く芸者に合わなくはないけど、うん、ベストマッチっていう感じまでは行ってなかった記憶があって、はいはい、で
その時は芸者だったん、普通の王子だったんで、うん、今回はナチュラル、うん、なのでちょっと癖があるところを、癖をがちょこっとだけあるボンボンだったらいけるかなと思って、うん、うん、取り寄せてみました。なのでちょっと楽しみにしてきて、しててください。まあそんなとこですかね。はい、はい、ちょうど森さんとか、あれですね、川瀬さんのもんであれですね、カッさんですね、カッさんがちょうど参加したと、はい、終わりですよ。はい、ということで、ブラジルブルボン、アマレロブルボンかな、アマレロブルボン一本焼き極深って感じですけど、は非常に甘くて、ただしそんなに苦さが強くなく、私飲めました。美味しかったです。はい、水羊羹に合わせても美味しかったでございます。うん、どこの水羊羹でしたっけ。カノー小寿庵、滋賀県の。私ね、これね、結構デパートで見るような気がするんですけどね、なのでお近くの百貨店とかで買える可能性はあると思うんですが、まあこの時期ですよね、この竹に入った水羊羹、夏らしい感じのものにあったかい深入りのコーヒーを合わせても美味しいんじゃなかろうかと。はい、美味しくいただきました。ということで、はい、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。はい、お疲れさんです。はい、6課の2楽しみにしててください。それではおやすみなさい。